これからの生活費は全部折半だ。え、どうして？そりゃ母子家庭育ちのお前は信用できないからだ。なんと夫は結婚した瞬間に態度を急変させてそんなことを言ってきたのだ。え、ちょっと何？新婚旅行の写真を残さないといけないんだよ。仮面夫婦状態での新婚旅行でどうしてこの人と二人で写真を撮らないといけないのだろうか。そうだ、それなら条件があるわ。夫は私の発言を聞いて顔を青くした。そんなふざけんなよ。私の名前はのぞみ、27歳の会社員だ。私には現在お付き合いしている人がいる。それはマサトという男性で、彼とは大学時代の同級生だった。大学の時は同じゼミで一緒に課題とかをやっていた。学生の頃は特に恋愛には発展しなかったのだが、社会人になってからも私たちはたまに飲みに行ったりして交流があった。だがお互いに仕事が忙しくなってしばらく会わない時期があった。そんな中、私たちは共通の友人の結婚式に参列した時に再会。そこで久しぶりに話して、結婚式の二次会が終わった後に二人で飲みに行ったのだが、その時の会話がとても弾んで楽しかった。それから私たちはまた定期的に会うようになり、休日にも会うようになった。そしてデートを重ねていき、私たちは付き合うことになった。まさか友達から、こうやって恋人関係になるとは思わなかったのでびっくりしたが、お互いのことをある程度知っているから、とても楽だ。それから私たちは、順調に交際を続けていった。彼はさすがに社会人になっているだけあって、恋愛経験も豊富になっていたのか、とても頼れるリードをしてくれた。いろんなデートプランを考えてくれて、いろんな場所へ連れて行ってくれた。そういうところは、今まで私が付き合ってきた人と違うと思う。ここまで私のためにいろいろと考えてくれて、尽くしてくれた人はいなかった。だから私は彼にどんどん惹かれていった。今日はちょっと遠出をしようと思うんだ。え、今から？仕事後だからもう18時だよ。うん、でもちょっとドライブをしようと思ってね。わかった。私はこんな夜から突発的にドライブをすると言った彼の意図がわからなかったが、それでも言われた通りに助手席に乗った。そして今日の仕事のこととか、青春を思い出すような懐かしい曲を一緒に聴きながらドライブをした。それからだいたい1時間半くらい走った頃だろうか、彼はとある公園の駐車場に車を止めた。どうしたの？トイレにでも行きたいの？私がそう聞くと、彼はニヤッと笑い、ちょっと待ってて、と言った。するとそれから1分後くらいに、目の前で花火がきれいに打ち上がったのだ。え、花火。すごい。ここは実は穴場スポットでさ、ちょっと外で風に当たりながら見ようぜ。うん。私と彼はそうやって車の外に出て、きれいに打ち上がる花火を眺めていた。とってもきれい。ここまで何も障害なく、しかも大きく見えるところはないからな。いい場所知ってるんだね。のぞみと一緒に来たくて、いろいろ調べたんだ。え、私のため？ああ、のぞみ、俺と結婚してくれ。え？これからの俺の人生に、のぞみが必要なんだ。マサト、どんどん打ち上がる花火と花火との間に、私にプロポーズをしてきたマサト。こんなロマンチックなプロポーズをされて、私はとても嬉しかった。実はこういう演出が好きだった。私の返事は、もちろんイエスだった。これからよろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。私はすぐに自分の親に報告した。え、のぞみが結婚。こりゃびっくりだな。雪でも降るんじゃないか。いやいや、失礼でしょ。まあそれは冗談だが、本当にめでたいな。ええ、
私たちの一人娘が結婚するのはとっても嬉しいわ。のぞみ、おめでとう。ありがとうお母さんお父さん。今度婚約者を連れてくるから。ええ、楽しみにしてるわ。そしてそれから一週間後、私はマサトを実家に連れて行った。マサトは礼儀正しく私の親と挨拶をしていて、親もすぐに彼のことを気に入っていた。え、マサト君のお父さんは会社を経営しているの？はい、祖父の代から続いている会社でして、僕もいずれ継ぐつもりです。そうなんだね。私の親はマサトの実家のことを聞いて驚いていた。実はマサトの父親は会社経営をしており、マサトは資産家の息子だったのだ。だが私は別に学生の頃からそのことを知っていたので、特にその点についてはあまり付き合う時のプラス要素としては考えていなかった。そういうふうに接していたのも彼には好印象だったのかもしれない。きっと彼にはいろんな女性が玉の腰を狙って言い寄っていただろうから、とりあえず彼と私の親が打ち解けてよかった。だがこのあと私の親についての話になった時に少し気になることがあった。それは彼が何気なく私の親に質問をした時のこと。のぞみは昔どんな子供だったんですか？それについて私の母が答えた。のぞみは昔からしっかりした子でね、私が前の旦那と離婚して5歳の時に女手一つで育ててたんだけど、家事を手伝ってくれたりしてすごく助かったわ。お母さん、私は母からの感謝の言葉を嬉しく聞いていたのだが、隣でマサトは驚いた顔をしていた。え、のぞみ、母子家庭だったの？あ、うん。そういえば話してなかったね。今のお父さんは、私が高校2年生の時に、お母さんが再婚してからの継父なの。そういう大事なことは、もっと早く教えてほしかったな。あ、ごめん。彼は少し不機嫌そうな顔をしていて、気まずい空気が流れた。でも私はのぞみのことを血のつながった娘同然として接しているし、のぞみも私のことを父親として接してくれてるから。父が頑張ってフォローしてくれて、少し彼も落ち着いたようだったが、私は彼がそんな態度を取ったことに少し驚いた。母子家庭だったことで何か問題があるのだろうか。もしかしたら彼は資産家の息子だからいろいろとそういう部分を気にするのかもしれない。それなら私は彼のご両親に結婚を反対されてしまうのではないだろうか。そんな心配をしながら私は後日彼のご両親のもとへ挨拶をしに行った。はじめまして、のぞみと申します。どうもはじめまして。マサトのご両親は愛想がいいわけではなかったが、私に対して何か言ってくることもなかった。結婚の挨拶はサクサクと進み、彼の父親に、じゃあこれからよろしくね、と言われてお開きとなった。あまりにもあっけなさすぎて、私は拍子抜けした。その後、両家の顔合わせもすぐに終わり、私とマサトは結婚をすることになった。そして結婚式も無事に挙げて、私たちの結婚生活がスタート。ちょっと不安がある状態だったが、私は彼との新婚生活への期待に胸を膨らませていた。だがすぐに思いもよらなかったことが起きた。それは彼と新居に引っ越して一緒に暮らし始めた時のこと。いきなり彼がこんなことを言い出した。こうして結婚生活が始まったわけだが、この結婚生活に一つ条件をつける。何？これからの生活費は全部折半だ。え、どうして？別に私も働いているので気にはしないが、いきなりそんなことを言われて少しびっくりした。夫婦なら財布を一緒にするものだと思うんだけど。そうやってお前に俺の資産を奪われたら嫌だからな。え、どうしてそんなこと言うの？そりゃ母子家庭育ちのお前は信用できないからだ。は、なんと夫は結婚した瞬間に態度を急変させて
そんなことを言ってきたのだ。ちょっと、それどういうこと？母子家庭で貧乏に育ったやつは、俺の資産を狙う可能性が十分にあるだろう。信用できないから、生活費は折半だ。そうすればお前にたかられることもないからな。そんな、私はいきなり夫に、そんな風にひどいことを言われて、戸惑ってしまった。私は一瞬にして彼に対しての気持ちが薄れていった。しかも夫は結婚生活が始まったばかりだというのに、全然家に帰ってこなかった。毎日夜遅く帰ってきて、私が作ったご飯も食べない。だから私は家事も自分の分だけをするようになった。そもそも生活費を折半というのなら、食費だって分けて考えないといけない。わざわざ夫のために何かを用意するのは尺だ。そして夫は私が自分の分だけの家事をしても何も気にしていないようだった。またほとんど会話がなく、まるでただ同居をしているだけのような状態だった。こんなんで結婚していると言えるのだろうか。私はすごく悲しい気持ちになった。きっと私の現状を知ったら親は悲しむ。結婚をして娘が幸せになったと思っているだろう。だからこんなことになっているのが申し訳なかった。結婚してまだ1ヶ月も経っていないのに、どうしてこんな冷え切った夫婦のような状態になったのか。夫はどういうつもりで私と結婚をしたのだろう。私はモヤモヤしながら毎日を過ごした。とにかく仕事に打ち込んで、夫のことは考えないようにした。だがそんな中、ある日いきなり夫が新婚旅行に行くと言い出した。は、こんな赤の他人のように接してるのに新婚旅行？形式上として行くだけだよ。社長の息子として新婚旅行に行ったことを職場の人に教えないといけないだろう。何それ、世間体を気にしてるだけじゃない？うるせえな。俺は次期社長としていろんなことを気にしないといけないんだよ。ま、ただ資産を狙ってるだけのお前からしたら面倒くさいかもしれないけどな。そうやって挑発してくる夫。わかったわ、行くわよ。だけどあなたが費用を出してね。は、なんでだよ。だって私は特に行きたいと思ってないんだから。あなたに無理やり連れてかれるんだから費用くらい出してよ。たく、仕方ねえな。こうして私は全く乗り気にならない新婚旅行に行くことになった。旅行先はグアムだった。気軽に行けるキャンペーンとして航空券を安売りしていたらしい。夫と一緒の海外旅行、本来なら楽しい新婚旅行も全然楽しくなかった。特に飛行機の移動中は本当に苦痛だった。どうせなら隣同士ではなく別の席にしてほしかった。そしてようやくたどり着いたグアム。じゃあ私、一人で行動するわ。お土産買いたいし。わかったよ。私は早く夫から離れたかった。だから自分で事前に調べていたお店を一人で回った。そして2、3時間ほど一人でグアム観光を堪能した。ある程度回ったので、カフェで落ち着いていたのだが、そんな時にいきなり夫が店に入ってきたのだ。え、ちょっと何？いきなり私の向かいに座る夫。これからはずっと一緒に行動するぞ。は、なんでよ。仮面夫婦状態での新婚旅行で、どうしてこの人と二人で写真を撮らないといけないのだろうか。新婚旅行の写真を残さないといけないんだよ。じゃないと社員たちから怪しまれるだろう。くだらない理由で私の一人の時間を邪魔してくる夫。その時、私はとあることを思いついた。そうだ、それなら条件があるわ。なんだよ、条件って。生活費をすべてあなたが出してちょうだい。え？だって私たちは夫婦なんでしょ。だったらちゃんと社長の息子として生活費を全部出すくらいしないと。そうしないとあなたの会社の社員さんに生活費を折半させられていることを言うわよ。夫は私の発言を聞いて顔を青くした。そんな、ふざけんな。
俺がそんなケチなことをしているって知られたら評価が下がるだろう。じゃあこれからの生活費をあなたが出してね。じゃないと写真を一緒に撮らないし、全部バラすわ。クソ、なんでこんなことになるんだよ。夫はとても悔しそうにしていた。私は心の中で勝ったと思いながら、満面の笑みで写真に写った。それからホテルにチェックインした私たち。夫はなぜか一緒の部屋を取っていた。どうして別々じゃないの？だって夫婦での新婚旅行なんだから、別にしたらホテルの人に不思議に思われるだろう。は、さすが世間体を気にするお坊ちゃまは違うわね。うるせえ。それと父さんたちから早く子供を産むように言われてんだよ。え、ちょっと待ってよ。こんなに冷め切った関係なのに子作りをする気？とにかく後継ぎさえ埋めれば相手は誰でもいいって言われてるからな。はあ、あんた最低ね。誰でもいいって言いながら私と好意をしようとするなんてありえないんだけど。仕方ないだろ。お前も俺と結婚したんだから諦めろ。私をそんな軽い女だと思わないでちょうだい。もし何かしてきたらすぐに警察を呼んでもらうから。は、警察？ええ、そうよ。だって合意の上でのことじゃないもの。あなたは犯罪者として海外で捕まることになるでしょうね。ふざけんなよ。お前全然使えねえじゃねえかよ。お前だったら適当に褒めておけば結婚まで行って適当に子供産ませて形式上の家族を作れると思ったのによ。あなた本当に最低ね。そんなことを思っていたの？ああそうだよ。俺はそうやって社長の座を継いで悠々自適に暮らすんだ。父さんに気に入られることをすれば早めに社長になれるだろうからな。ちゃんと仕事の実力で評価されて社長になるべきだろう。私は夫にとことん幻滅した。だが夫も私の態度に腹が立ったのか、向こうからこの言葉を言ってくれた。お前とはやっていけねえよ。離婚だ。私は待ってましたと言わんばかりに、嬉しく思いながら返事をした。いいね。そうしよう。夫は目を見開いて驚いていたが、自分から言った手前、後戻りできないのか、離婚をすることで話はまとまった。後悔しても知らねえからな。この貧乏母子家庭育ちが。そんなことを言ってくる夫に私は腹が立ったので言い返した。じゃああなたは貧乏母子家庭育ちと同じ大学に通っていたのね。金持ちで両親と一緒に暮らしていたのに学力は大したことなかったのね。そんなんで会社継いで大丈夫？あんたの代で潰しそう。バカにすんじゃねえよ。離婚して損をするのはお前だからな。はいはい、わかったわ。とにかく私はあなたと同部屋なんて嫌だから別室を借りるわ。私はそう言って別室の部屋に泊まった。そしてスマホの電源を切り、残りの旅行を一人で楽しんだ。おい、どうして一人で行動してたんだよ。写真が少なすぎるだろ。どうせあなたとは離婚するし、いいんじゃないの？私は帰りの飛行機でそう言って寝た。もう夫とは会話もしたくない。そしてようやく家に帰ると、私は荷物をまとめて出て行った。何もそこまで急いで出て行かなくても。あんたは私にひどい言葉をたくさん言ってきたからね。そんな人とは一秒たりとも一緒にいたくないのよ。私は出て行った後に実家に帰った。その道中で役所に行き、夫と先ほど記入していた離婚届を提出した。実家の親に報告すると、二人とも驚いていたが、憤慨していた。だが私はとある復讐を思いついていた。それから数日後、元夫から鬼電がかかってきた。もしもし、あなたとは別れたはずだけど。お前ふざけんなよ。社員全員にお前との関係のこと知られてて、俺父さんから直々に首を言い渡されたんだぞ。あらら、それは悲しいわね。
どうやらあなたが自分から語った時の音声が聞いたみたいね。は？音声？そう、私は旅行の時の夫との会話を録音していた。夫は絶対にボロを出すと思っていたからだ。そして案の定失言を繰り返していた。だから録音をして、そのデータを元夫の職場に送ったのだ。あっという間に音声データは社内で話題になったらしく、父親である社長の耳にまで入り、元夫はあっけなく解雇されて、親からも縁を切られたそうだ。俺は家族からも見捨てられ、仕事も失って、どうすればいいんだよ。だったらゆかって女のところに行けば。え？あんたが普通に別の女性と関係を持っているのを、私は知っていたのよ。仮面夫婦だとしても、私たちは夫婦だったんだから、慰謝料はもらうからね。そんな。こうして私は元夫と不倫相手に慰謝料を請求し、それぞれから300万を支払ってもらった。元夫は貯金が一気になくなり、さらには不倫相手からも見捨てられ、再就職もできずに、現在はフリーターとしてバイトをしながら、安いアパートで貧しい生活を送っているそうだ。まあ、すべて自業自得だし、いい気味だ。一方、私は仕事に打ち込んでいたおかげで、今度昇進することになった。しばらく恋愛や結婚はいいので、さらに仕事に打ち込んで、ステップアップしていこうと思う。舞、私は少し違和感を感じた。何かあったの？私がそう言うと、娘は沈んだ声で驚きの発言をした。お母さん、私、大学辞めようと思う。私の名前はのぞみ、42歳のシングルマザー。夫は3年前に病気で他界した。娘の舞が15歳の時だった。私たちはとても仲のいい家族だったので、夫が亡くなった時は本当に悲しかったし、娘も大好きな父が亡くなってとても寂しそうにしていた。だがいつまでも泣いてはいられない。私は夫の分も親として娘を育てなきゃいけないと覚悟を決めた。私は結婚しても会社員を続けていたので、とりあえず金銭面での苦労はなさそうだ。娘のためにもっと一生懸命働いて、何でもやりたいことができる環境を整えよう。そう気合を入れていたのだが、夫が亡くなった後、義母が定期的に我が家に来るようになった。のぞみさん、あなたもう少しちゃんとした服を持ってないの？え？そんなダサい服装で舞と歩いてないでしょうね。恥ずかしくて仕方ないわ。私は昔からアジアンな服装が好きで、そういうファッションを着ていた。娘は、お母さんに似合ってて可愛いと言ってくれてるし、全く気にしていなかった。それに仕事の時は会社員なのでスーツだ。プライベートで私が何を着ようと義母には関係ないだろう。私は義母のことが苦手だった。夫と結婚している時も、顔を合わせるたびに私にぐちぐちと文句を言い、嫁いびりをしてきていた。結婚当初に義母からの嫁いびりが嫌になり、夫に相談したところ、夫が、母さんがこれ以上、のぞみに嫁いびりをするなら縁を切ると義母に言ってくれたため、それからは一切嫁いびりをしてこなくなった。だが夫が亡くなってからは、それを止める者がいないので、また嫁いびりを再開したというわけだ。またこの嫌な感じが始まったかと、嫌な気分になったが、私は娘を育てることに意識が向いていたので、適当にあしらう能力が勝手に身についていた。そんな生活を続けていたらあっという間に3年が経ち、娘も大学受験を無事に終えて春から大学に通うことになった。第一志望の大学に見事合格した娘だったが、その大学は私の家からはちょっと遠い距離にあった。そのため一人暮らしをさせようかと考えていた。それなら私の家に舞が一緒に住めばいいじゃない。え？
娘の大学合格の祝いに来ていた義母がそう言った。いや、でもそれはさすがにご迷惑じゃ。迷惑じゃないわよ。可愛い孫と一緒に住めるなんて嬉しいわ。私は旦那に先立たれて独り身だしね。まさか義母がそのような提案をしてくるとは思わなかった。本当にいいんですか？ええ、もちろんよ。今まで苦手だと思っていた義母のことが一瞬だけ女神のように見えた。可愛い一人娘を一人暮らしさせるのは心配だったし、誰かと一緒に住めるならその方が安心だ。幸い娘は義母に懐いていたので。おばあちゃんの家で一緒に暮らせるの？と喜んでいた。娘の大学進学も決まり、住む家も決まって本当に良かった。そしてあっという間に4月になり、娘は義実家に移り住んで大学に通うことになった。舞、大学でもしっかり頑張るのよ。おばあちゃんに迷惑かけないようにね。わかってるよ。もう何歳だと思ってるのさ。確かにそうね。舞なら何の問題もないもんね。そうだよ。私のことは心配しないで、お母さんは自分のこと大事にして息抜きしてね。うん、ありがとう。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。気遣いのできる優しい娘に育ってよかった。今までの苦労が少し報われた気がして胸が熱くなった。私は義母が娘の面倒を見てくれるお礼として仕送りを月7万ほど送ることにした。義実家だと家賃もかからないし、義母も年金と義父の遺産があるし、7万もあれば2人分の食費くらいは賄えるだろう。私は今まで以上に一生懸命働いて、娘のためを思いながら仕送りを続けた。舞は大学生活を楽しくやっているかな？勉強はちゃんとしてるかな？お友達はできたかな？そんなことを考えながら日々を過ごしていた。すると1ヶ月が経った頃、義母から連絡が来た。もしもし、お母さん、どうかしましたか？のぞみさん、悪いんだけど仕送りをもう少し多く払ってもらえないかしら。え、どうしてですか？やっぱり大人2人で暮らすにはいろいろとお金がかかるのよ。舞だって新生活を始めるにあたって買わなきゃいけないものもあるでしょ。勉強に集中させるためにももう少し余裕がある方がいいのよね。なるほど、わかりました。私は義母に頼まれた通り支払いの額を増やすことに。それで月に10万円を義母の口座に振り込むことにした。生活費とかその他の支出も含めて10万が入ればとりあえずはなんとかなるだろう。そんな中、ゴールデンウィークの時に娘が帰省してきた。お母さん、ただいま。舞、おかえり。大学生活はどう？すごく楽しいよ。娘は嬉しそうにゼミのことやサークルのことなどを話してくれて、友達もたくさんできて勉強も頑張っていることも話してくれた。高校とかでは学べないことを学ぶことができてすごく新鮮。大学のキャンパスも広くて綺麗だし、毎日気分が上がってる。いいわね。そういえばあそこの大学は数年前に建て替えてたから綺麗になったのよね。学食もカフェみたいなんだよ。娘が嬉しそうに語っているのを見て私も嬉しくなった。おばあちゃんとの生活はどう？問題なくやれてるよ。そっか。何かあったらいつでも相談してね。義実家での生活も問題がないみたいで私は安心した。仕送りも足りていると思って良さそうだな。しかしそれから2ヶ月ほど経った頃、また義母から連絡が。のぞみさん、またもう少し仕送りを増やしてもらえないかしら。え、でも10万渡してますよね。
あなたもわかってるでしょうけど、こっちも何かと物入りなことが多いのよ。舞の大学生活だって教科書代とか、他にもサークルの部費とかいろいろとお金がかかるしね。私が家事をやってるわけだし、もう少しくれてもいいんじゃない？それにあなたは私の旦那にいろいろとお世話になったでしょ。確かにそうだ。私は義父にとてもお世話になっていた。今の会社に転職した時も義父が間に入ってくれたので、すごくスムーズに転職ができた。だから義父の話を持ち出されたら私は途端に逆らえなくなる。それに娘の大学生活でそんなにお金がかかっているとは知らなかった。私は分かりましたと言って月に15万円を義母の口座に振り込むようになった。これなら問題なく生活も遅れて、娘も安心して大学に通えるだろう。毎月の仕送りのために自分に対する出費は極力減らして、私はほとんど休みなく働いた。正直かなり大変だったが、娘からメッセージで楽しそうな報告を受けるたびに元気をもらっていた。今日は大学の友達とドライブで海に来たよ。サークルのみんなでバーベキューをしたよ。ゼミの発表で先生から褒められたよ。そんな日常の様子が綴られていて、娘が今の生活を楽しんでいることが伝わってくる。とりあえず娘の生活は守られているようだ。娘が大学を卒業するまでは、私も頑張ろう。私は気合を入れ直して再び仕事に打ち込んだ。しかしそんな中、娘からのメッセージの頻度が徐々に減ってきて、数ヶ月後には向こうから全く連絡が来なくなってしまった。私は心配になり、こちらから連絡するものの、大丈夫とだけ返ってくるばかり。あんなに楽しそうにしていたのに、何かあったのではないかと気が気でなかった。私はすぐに義母に連絡した。お母さん、前に何かありました。舞、何にも問題はないわよ。そうですか。最近連絡があまり来ないので。別に普通にしてるわよ。ほら、頼りがないのは元気な証拠って言うじゃない。舞は大学生活を楽しく過ごすのに夢中で、あなたにわざわざ連絡する時間がないんじゃないかしら。そう、かもしれませんね。あんまり過保護なのも良くないわよ。とにかく問題はないんだから気にしないで。わかりました。私は少しショックだった。娘が大学生活を問題なく送れているのは安心した。だけど、私との距離が離れている気がした。そういえば長期休暇も、結局サークルとかで忙しいと言われて帰ってこなかったな。次はいつ会えるのだろうか。過保護は良くないと言われた以上、私から何度も連絡するのは躊躇した。娘ももう大学生だし、向こうから連絡が来るのを待つしかないか。そうしてさらに数ヶ月が経った。もう少しで今年も終わる。娘が大学に入ってからだいたい8ヶ月くらいが経ったのか。あれからも相変わらずほとんど連絡は来てないな。元気でやっているんだろうか。正月はちゃんと帰ってきてくれるのだろうか。肌寒くなってきて、心も寂しい思いでいっぱいになり、胸が締め付けられそうになっていた。そんな時だった。ある日、娘から電話がかかってきた。久しぶりの娘からの電話は飛び跳ねるほど嬉しかった。私はすぐにスマホを手に取り電話に出た。もしもし舞、久しぶりだね。元気にしてたの？風邪ひいてない？大学生活はどうなの？私はつい矢継ぎ早に質問してしまった。娘は驚いているのか声が聞こえてこない。舞、私は少し違和感を感じた。何かあったの？私が静かにそう聞くと、電話越しに娘が泣く声が聞こえてきた。舞、大丈夫。
落ち着いてゆっくりお母さんに話して。私がそう言うと、娘は沈んだ声で驚きの発言をした。お母さん、私大学辞めようと思う。え、急にどうしたの？何か嫌なことでもあったの？そう言うと娘はまたも驚きの発言をした。だってお金がなくて辛いんだもん。え、お金がないってどういうこと？ごめんねお母さん。節約とか頑張ったりバイトもしてたんだけど。え、バイト？声を震わせながらそのように言う娘。私は何が何だかわからなかった。どうしてそんなにお金がないの？おばあちゃんはどうしてるの？おばあちゃん、年金が少なくてカツカツの状態なんだって。だから出てくる食事とかも少ないし、私はお小遣いももらえないから自分でバイトしてお小遣いを稼いでたの。そしたらおばあちゃんからは、大学でかかる教材費とかは自分で払ってって言われて、あとは少しはお金を家に入れてくれって言われて家にお金も入れてたの。だんだんとおばあちゃんから要求される額も増えていって、食費も自分で賄うようになって。だからバイト増やすしかなくて、大学の授業もサークルとかも集中できなくなりそうなの。え、何よそれ。私は毎月15万もおばあちゃんに振り込んでるのよ。そのお金があれば、あなたもおばあちゃんも生活費がなくて困ることなんてないと思うんだけど。え、電話口でどういうこと？という舞、娘の先ほどの口調からして嘘をついているとは思えない。だから義母が娘を騙してるのだろう。少しの沈黙のあと、娘が戸惑ったように言った。お母さんから仕送りをもらってるなんて、おばあちゃん言ってなかったけど。やっぱり。私はあまりの衝撃に言葉を失った。今っておばあちゃんの家にいるの？うん。じゃあ、そこで待ってて。私今から行くわ。私は電話を切ってすぐに車に飛び乗った。まさか義母がそんな着服的なことをしていたなんて。娘のことは大事にしてくれていると思ってたのに。私はあまりのショックと義母への怒りで気が狂いそうになった。とにかく私が送金したお金が娘のために使われておらず、困っているということだけは分かった。娘は私のことを気遣って、ギリギリまでお金のことを相談しなかったようだ。大学に進学した時に、お母さんは自分のこと大事にして息抜きしてね、と言ったにもかかわらず頼るのは申し訳ないと思ったらしい。そんなこと何にも気にしなくていいのに。娘が優しい子に育ってくれて嬉しいが、そんな我慢をさせていたのは、娘が苦しんでいることに気づけなかった私の責任でもある。私はできる限り急いで義実家へ向かった。あら、のぞみさん。いきなりどうしたのよ。アポなしで来られても困るんだけど。私はずかずかと義実家に上がる。ちょっと何してるのよ。舞、来たわよ。お母さん。娘は私の姿を見かけると泣きながら走り込んできた。私は娘を抱きしめる。ごめんね舞。つらかったよね。私たちの様子を見ていぶかしげな表情をする義母。あなたたち何やってるのよ。生き別れてた親子でもないのに大げさな。私はそのように言う義母をきっと睨んだ。な、何よ。お母さん、私がお母さんの口座に振り込んでいる月15万のお金はどうしてるんですか？一体何に使ってるんですか？私がそう聞くと義母はぎょっとした。そう、それは生活費に充ててるに決まってるじゃない。それじゃあなんで娘はバイトをたくさん入れないといけないほど生活が困窮してるんですか？
しかもお金が足りないからって娘からも金を取ってるそうじゃないですか。普通なら15万もあれば生活費は足りるはずですけど、私が鬼の形相で詰め寄るので義母は動揺した。それはその時、私は義実家の棚にある大量のお菓子が目に入った。このお菓子は、私が聞くと娘が、ああ、なんかいつもその小包み層のワッフルとか、おばあちゃんもらったとか言っておいてるよね、と言った。私はそのお菓子に見覚えがあった。お母さん、これどこでもらったんですか？そう、それは友達からもらってるのよ。本当に友達からもらってるんですか？あ、当たり前じゃない。これってパチンコの景品ですよね。私がそう聞くと義母は顔を青くした。私の職場にパチンコに通っている人がいて、たまに余ったからってくれるんです。へえ、そうなの。私は何も知らずに受け取ってたけど、もしかしたら友達もパチンコに通ってるのかもしれないわね。義母がそのようにごまかしていたが、娘が思い出したように言った。でも確かおばあちゃん、毎日のようにそのお菓子を棚に追加してるよね。それに私が学校から帰ってきた時に、おばあちゃんと家ですれ違うとタバコ臭いし。そう、それは舞がいない日中に家で吸ってるんだよ。それは嘘でしょ。だって吸い殻のゴミなんて見たことないし、タバコの匂いは結構家に残るから吸ってたらわかるわ。義母はもう言い逃れができない状態になっていた。お母さん、白状してください。私が振り込んだお金、ほとんどパチンコに使ってたんですよね。義母は黙り込んでしまった。そうですか。ここまで来ても白を切るつもりならもういいです。誰がこの家を相続しているか忘れたんですか？私がそう言うと義母は血相を変えた。ちょっとどうする気だい？私から住む場所を奪うっていうの。実はこの家は亡くなった義父から夫に相続されて、その後亡くなった夫から私に相続されていたのだ。お母さんがしたことは許されることじゃありません。私の娘の大学生活をサポートしてくれるどころか、通い続けるのが難しいと思うほど追い込んでたんですから。この家は売りに出します。娘はまた私と一緒に暮らしてもらうことにします。そんな。それじゃあ私はどうしたらいいんだい？知りませんよ。年金はもらってるんですから住む場所は自分で探してください。義母はショックでその場にへたり込んでいた。私は娘に荷物をまとめるように言った。そして荷物を車に詰め込んで、私たちは義実家を後にした。帰宅後、私は栄養満点の料理をたくさん娘に振る舞った。娘は、お母さんの料理久しぶりだ。すごく美味しいと言って嬉しそうに食べている。その後、私は宣言通りに義実家の家を売りに出した。義母はもともとギャンブル癖があったらしく、義父から注意されていたらしい。義父がまだ生きていた時は、義父が必要最低限のお金だけを渡して無駄遣いしないようにしていたそうなのだが、義父が亡くなってからは遺産を使ってパチンコ三昧だったそうだ。そしてたくさんあった義父の遺産もたった数年で使い果たしてしまったらしく、その時に娘の大学進学を知り、それにかこつけて私からお金をたかろうと考えたらしい。本当に最低というか、考えていることは詐欺をする犯罪者と一緒だ。そんな義母に容赦する必要はない。私が義実家を売ったことで義母は住む家を追い出された。その後は安いアパートに住んでいるらしいが、年金が少ないのでギャンブルもできず、貧しくて孤独な生活を強いられているようだ。一方、私は自分が住んでいた家も売って、
娘の大学の近くの広めの賃貸マンションを借りて娘と住み始めた。仕事については事情を説明すると、娘が大学を卒業するまでの間だけ車通勤を許可してもらえた。環境が改善されたおかげで、娘はバイトを週1回だけにして大学生活に集中することができ、元気も取り戻した。最近は彼氏もできたそうで、毎日楽しそうに電話やメッセージのやり取りをしている。娘が充実した学生生活を送っている姿を、間近で見れて私も嬉しい。これからも大事な娘のために一生懸命働いて、二人での生活を守っていきたいと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。